枠入り最後、丸からピット収まって第73回全日本2歳優駿スタートしました。大きく横に広がって14頭、まずは先行争い、中ほどから10番スペシャル X が出ていく、外からはコバノハンプトンお祭り男、さらには8枠ペリエールマルカラビット、内からは2番のヒーローコールも出ていきました。固まった戦団に加わっていくのは7番のデルマ外掛け、あとは少しばらけて1番ハセノゴールド、8番のネオシエル、後ろにはリアルミート西健ボブ、あとは後方勢3番のプルタオルネ、外には5番のコンプラドール、そして9番オーマイグンネス。縦長で2コーナーカーブに差し掛かります。先手は14番マルカラピッド、高1点逃げました。リード2馬身から3馬身、2番手集団固まってスペシャル X コパノハンプトン、内には12番お祭り男、それから13番ペリエール、この辺り前に迫っていきます。少し開いた中段に4番のデルマ外掛け、内を通る2番のヒーローコール、あとは開いて7番の西健ボブ、後方勢は1番のハセノゴールド、8番のネオシエル、外には6番のリアルミー、さらに後ろの圏内コンプラドール、そして最後方は3番のプルタオルで、もう一頭離れました9番のオンマイグンネスが最後方。3コーナーをカーブして3、4コーナー中間、逃げる14番マルカラビット、差を詰めるのは13番ペリエール並びかける、その後ろにお祭り男、さらに後ろの圏内追い上げてきたのはデルマ外掛け、内からはヒーローコール、4コーナーから直線一気に先頭抜け出した13番のペリエール、ペリエールが先頭、外から伸びてくるのは4番デルマ外掛け、200を通過、間を割ってくるお祭り男、内を救うお祭り男、ペリエール外から伸びて、外から伸びる、一気に先頭4番のデルマ外掛けが2頭並んでゴールイン、内は12番お祭り男、外は4番デルマ外掛け、2頭並んでの入線、3番手は13番ペリエール、後ろ2番ヒーローコール、4番手外4番デルマ外掛け。